1976年に連載をスタートさせ、以来爆発的な人気を築いてきたこちら葛飾区亀有公園前派出所、いわゆるこち亀ですが、日常を面白おかしく描いたストーリーの中には、連載から十数年経って実現してしまったものがいくつもあります。実はこれ、こち亀が日本の未来を予言しているとネットで話題になっているんですね。今回はこち亀が予言したとされる様々な未来を見ていきましょう。こんにちは、ペックです。ギャグだけでなく人情味あふれる感動ストーリーから社会風刺的な問題まで、約40年間にわたってさまざまなネタを繰り広げたこち亀。何度読んでも面白いですが、よく見ると明らかに未来を予想していると思われる描写も少なくないんです。今回はこち亀に登場し、その後現実世界で実現したエピソードを見ていきましょう。あまりに現代に当てはまっていて、こち亀を読み返したくなるかもしれませんよ。1、オンライン飲み会。コロナの影響で2年ほど前からオンライン飲み会が世間に浸透しています。オンライン飲み会とは、 Zoom や Skype などを使い、オンラインで会話をしながら飲み会を楽しむというものですね。家で気軽にできるため人気があります。割と最近広まったイメージですが、実はオンライン飲み会はこち亀内ですでに行われていたんです。未来を予知した衝撃すぎるエピソードを見ていきましょう。こち亀にオンライン飲み会が登場したのは約30年前の1988年から1989年くらいの頃。第571話テレビでこんにちはの巻です。りょうさんがアルバイト求人誌で副業を探していたところ、あるコンピューター関係の仕事を発見します。バイト代も結構高く、興味を持ったりょうさんは行ってみることにします。そしていざバイトへ行ってみると、そこには様々な人たちがテレビ越しに同窓会に参加する奇妙な飲み会の場でした。漫画を見ると、長テーブルに向かい合うようにずらりとモニターが並べられ、そこに映った人たちが会話をしています。なぜかテーブルには食べられないはずのお酒や料理が置かれている点が気になりますよね。しかもオンライン飲み会では背景加工やカツラ機能など、画面を加工する技術までついています。今となってはオンライン会議でメイクができる加工がありますし、これはかなりの先取りですね。こち亀作者の想像力がやばすぎる予言だと言います。 2. プレイステーション5の販売。2020年11月に販売されたプレステ5、転売ヤーによる買い占めなども発生し、高額になったり品薄で入手困難になるなど、様々な問題が起こりましたよね。そんなプレステ5の販売をこち亀はなんと2006年に予想していました。2006年といえば、まだまだプレステ2が現役だった頃、当然ですがプレステ5は存在どころか構想すらなかった可能性が高いです。こち亀にプレステ5が登場したのは、149巻のタイムカプセルにかけろでのことでした。10年後に値上がりをすることを期待してプレステのゲームソフトを入れようとしたホンダに対し、リョウさんはプレステ2は10年後にはプレステ5が新たなゲーム機になっていると思うといった発言をしているんです。コミックス通りプレステ5は2020年に登場。10年後という時期こそ外したものの、後継機種が5まで出るという見立てではほぼ的中していると言えますね。またセリフに出てきた新たなゲーム機というのは、例えば任天堂スイッチとか任天堂 DS スマホと考えることもできそうです。3、電気の販売。今まで電気といえば電力会社から供給されるものといったイメージでしたが、2016年に民営化され、民間でも販売できるようになりました。ソーラーパネルや自家発電の家などもどんどん普及が進んでいますよね。電力を販売するという感覚はごく最近のような気がしますが、実は1991年販売の72巻で予言されているんです。電気代が高くなってしまったことに悩んだ亮さんは、ある日電気を自分で作れないかと発電の方法を考えます。まず行ったのは、今でもメジャーとなっているソーラーパネルを使った方法、さらに風力や水力、火力などをフル活動させ、なんと電力を作ることに成功してしまいます。ですが電気が余ってしまうという事態が、そこでとんでもないことを思いつくのです。りょうさんが考えた方法は電気を売ることでした。電力会社とこっそり契約を結び、お金を儲けるといった内容です。当時は電気を売り買いするなんて発想はほぼなかったのではないでしょうか。また具現化するのも難しかったと思われます。今は太陽光で作った電力を一般家庭でも売れる売電ができるようになりました。りょうさんの発想は完全に現実となりましたね。 4. e スポーツとプロゲームプレイヤー。今や日本でも注目を集める新競技といえば e スポーツですよね。世界で大会も行われ、プロの e スポーツプレイヤーも存在するほど大人気です。ちなみに2021年にソニー保険が調べた中高生が思い描く将来についての意識調査では、 e スポーツプレイヤーは男子中学生がなりたい職業2位に選ばれています。そんな e スポーツですが、漫画内でも屈指のゲーマーであるりょうさんはその存在を予言していました。漫画内に e スポーツらしきものが登場したのは1983年の28巻。
間、世間ではファミコンが出たばかりで家庭用ゲーム機はあまり浸透していなかった時代に、わしはプロのテレビゲーマーになるんだとアピールしていました。コミックスでは中川がプロになってどうするんですかと、こいつないわみたいなテンションでしたが、今やコンピューターエレクトロニクスの時代なんだぞ、時代に乗り遅れるぞ、21世紀は全てがコンピューターだ、だから先を読んでテレビゲームのプロになる、将棋とか囲碁とかボーリングとか元は娯楽で今じゃプロもいるだろうとバッサリ。亮さんの発言に中川は理解不能といった反応でしたが、21世紀に突入しネットが普及し始めると、さまざまなオンラインゲームが乱立。ネット上で見知らぬ人と協力プレイをした対戦をしたりするオンライン対戦ゲームなんかも増えてきました。昭和の時代には高橋名人というファミコンのプロが生まれ、 e スポーツの登場によりゲームのプロプレイヤーが誕生することになりました。これは完全に予言していると言えますね。5、ゲームの課金システム。ソシャゲといえば課金がつきものですよね。課金しすぎて廃人になってしまう人や、子供が親のスマホでゲームをし勝手に課金したことで膨大な請求がといったニュースもたびたび耳にします。そんなゲーム課金もこち亀で過去に予言されていました。問題のエピソードが描かれたのは1996年、世間では Windows が登場しパソコンが少しだけ身近になった時期ですね。本編ではホンダが恋愛シミュレーションゲームにのめり込み、時メモに登場するしおり2の女性に気に入られようとどんどんお金を使ってしまいます。ゲームでは有料電話にかければ実際に女の子と会話できるという機能付き、しかも女の子にクレジットカードの番号や個人情報を聞かれ全て喋ってしまいます。その後も女の子にねだられるまま服などを買ってあげ、最後は電車やバスが苦手という彼女のために150万円もする 4WD を買おうとし、中川や亮さんに止められるというストーリーです。今の課金ゲームよりもかなりぼったくり感が強いですね。課金ゲームは2000年代後半のスマホ普及から増え始め、課金システムも当たり前のように登場しました。課金をするとゲームがスムーズに進んだり、レアアイテムが手に入ったりと有利になる一方で、有料ガチャが問題となり消費者庁が注意を促す事態にまで発展しました。こち亀ではコミカルなギャグタッチで描かれていますが、ホンダがどんどん課金にはまっていく心理状態が細かく描かれており、その危険性まで訴えています。6、スーパー銭湯の登場。銭湯といえば昔はお風呂に入って牛乳を飲んで帰る場所でした。ですが今は食事や宿泊、エステなどができ、すでにお風呂に入るだけの場所ではなくなっています。いわゆるスーパー銭湯ですが、まだほぼ構想がなかった1992年頃にこち亀では登場していました。廃業寸前の銭湯松の湯の再建を頼まれた亮さん、亮さんが考え出したアイデアは松の湯のレジャーランド化でした。アイデアではお風呂のほか、いろいろなお風呂が7つくらい楽しめ、さらに観覧車などのアトラクションが描かれ、まるで遊園地のような場所となっています。亮さん曰く子供から大人まで楽しめる松の湯ランドだそうです。結局予算の関係でボツになってしまいましたが、スーパー銭湯が本格的に日本に登場したのは1990年初頭。こち亀に登場した1992年ではまだ新しすぎてほとんど世間に浸透していませんでした。かなり先取りした発想と言えますね。7、女性の白バイ隊員。白バイ隊員といえばもともと男性隊員のイメージでした。警視庁初の女性白バイ隊員が登場したのは1985年頃のことだそうです。かなり珍しいイメージのある女性の白バイ隊員ですが、こち亀では現実に登場するはるか昔にすでに登場していました。女性の白バイ隊員が登場したのは15巻スーパーレイコの巻と16巻女の意地の巻、正確にはレイコが白バイ隊員になる話です。これはかなり未来を予言した話と言えますね。ちなみにその後1995年発売の94巻の4話ホンダの新恋人の巻で乙姫ナナという女性の白バイ隊員が登場しています。ということで今回はこち亀が予言していた未来の日本についていろいろと見ていきました。改めて調べてみるとかなり当たっていることがわかりますね。改めて人間の想像力の凄さがわかる話ではないでしょうか。皆さんはこち亀の予言をどう思いますか？ぜひコメント欄で教えてください。それでは今回の動画を終わります。最後まで見てくださった皆さん、ぜひグッドボタンよろしくお願いします。次に見てほしい動画は、これ。